はい、さて今回はですね、奈良県の針方面に向かって走ろうというわけで、奈良県の針といえば有名な道の駅の針テラスがありますが、その針テラスから、針インターチェンジから名阪国道に乗る人がほとんどだと思うんですけど、あそこまで行ったらね、針インターチェンジっていうのが実は昔の古い方の針インターチェンジっていうのがまあ残ってるんですね。旧道とか旧トンネルの類の場所ですね。で別に立ち入り禁止とかではなってないみたいなんで、見に行こうかなと思いまして、けったいな場所にありますからね。けったいな場所でなかなか見に行こうとは思わないとこなんですよね。流れ的になんか信号があってすぐにあるから、信号が青になったらもうみんなブー行くやん。だからね、流れ的にもう行ってしまいがちなんですけど、流れ的に前に行っちゃうんでなかなか寄りにくい場所なんですけどね。あとは信号待ちの車からガンガン見られるというわけで、あんまり見られるのが嫌いな人は向いてない場所なんですね。なんかあいつやってるぞ、のぐそかみたいな感じで見られるんで、別にのぐそでもいいだろ。あ、よくねえのか、一応違法か。違法と言うけど、罰せられた人いんのかね。のぐそとか、のぐそでなかなかね、 山でのぐそしてて検挙されたやつなんかなかなかいないだろうね。いたとしたらもうマジで最悪やな。一番嫌な犯罪や。性犯罪の次に嫌じゃない。の嘘してて捕まった前科一犯とかでは最悪やん。針方面行くまでが結構遠いですね。まだここつぶろこの方、つぶろこでも散策すればなんかあったような気がするな。昔行ったね、なんか釣り橋とか、あとはまあでもあそこも綺麗になったんかな。釣り橋とか、なんか変な土産物屋みたいなの廃墟みたいなのありましたけども、あとは田辺のりおがポイ捨てしたタバコの吸い殻もありましたね。地面に落ちてましたね。田辺のりお、田辺のりおがポイ捨てしたタバコの吸い殻がありましたけど、それぐらいかな見どころは。つぶろこといえば、ここだ、ここ。ここ歩いていこうか。ちょっと待って、これ下どんぐりめちゃくちゃ落ちてるやん。ああ、これどんぐりの木か。どんぐりの木ですね、これ。どんぐりが大量に落ちてる。どんぐりのフォークを発見したぞ。看板ありますね、自動車専用道の看板。古い旧道の看板ですね。古いのが、証拠がこれ、古い証拠がこれですね。自動車専用道路、自動二輪の二人乗り禁止、当時は高速道路でバイクは二人乗り禁止だった。今は行けるけど昔はダメだったんですよ。でその頃の看板ってこと。これこれ古い看板あります、名古屋。こっから乗って、で名阪国道に乗った、インターチェンジの古いとこですね。でこれどんぐりめっちゃ落ちてんだ。どんぐり大量に落ちとる。で車の音が聞こえてくるけど、ここは旧道なので車入ってこないという。ここから分かれてます。左側が乗り口で、で右側が降り口やな。こんな状態で分かれてた昔はね。で真ん中追突しそうな構造ですよね。で間違えてこれ逆走するやつもいたやろね、これだと。でまあ、信号
ランプみたいなのまだ残ってる、ほら。これバーとか。あと、でもここはもう山になってる、森に変えてます。でこの一本向こうがもう名阪国道、現行の名阪国道、現行のというか、まあこんなところ残されているとは、資材置き場になってますが、このここが名阪国道ですね。こう見てたら、ずっと見てたらなんかあれちゃう、やっぱり速度超過してる車とか余裕で分かるよね、これ横から見てたら。という感じですね。乗り口と降り口、これ見て、こ構造やばいって。乗り口これやん、で降り口これやん、でここやで。降り口の車バーン行って、でカーブになってるか、ちょうどここの辺りちょっと事故りそうな感じですよね。これ道幅狭すぎやろ。次行きますのが、大阪に流れている大和川という川があるんですが、ここは日本一汚い川と言われてます。もう水質が終わっていて、で大和川の近所、大和川の、まあ、流域に住んでた人の話によると、まあ、そいつがガキの頃台風が起きて、で台風で増水した大和川を見に行こうと友達と行ったんやって。そしたら上流からなんか物体でっかいのが流れてきて、ボーって、よく見たら豚の水死体だったっていうね。まあパンパンに膨れ上がった豚の水死体が10体ぐらいボーっていっぱい流れてきたんやって、上流から。でそれあとはね、冷蔵庫とか粗大ごみも上流から流れてきたって言ってましたね。で水質は終わっていた、その頃から。で日本一汚い川ってなぜ言われるかというと、まあ、その水質がめちゃくちゃ汚いんですよね、大和川って。それで大腸菌とかの量が日本一多いんやったっけ。とりあえず日本一汚い川といってワースト1の状態が何年も続いていて、超有名なんですよね、大和川といえば。大和川の上流部分はどこにあるかと言いますと、この針地方のちょっと近くにありますので、それを見ていきましょうというわけで、大和川の源流部分と思われるのがあるんですね。あれなんだ、なんかあったぜ、こう怪しい少女像ちゃん。ほらこれ何、これ、奈良県桜井市のもう針方面、めちゃくちゃあののどかな田園風景が広がってます。これ田舎の方ですけど、この辺りまで来て、源流があるという。大和川ってめちゃめちゃ長いんやな。これ何、これ、ここもやばそうやぞ。あれ何今の、ほら、まあ古い、ただの集合住宅。源流列伝第1回目。うっ、ああ